もし何か追加のご質問が等あれば、ぜひともかつての議長としてそのあたり何かお考え、信頼のお考えをお聞かせいただければ幸いです。市長の言葉の中にかつての議長とかそういう言葉が出てきますが、今は山本勝議員の一人として喋っているので、過去の名前は出さないでいただきたいと思います。令和3年8月11日に起こった豪雨災害の市や市長の対応について山本議員が話しています。一見正しいことを言ってると思われますが、市長や市役所の役割、組織がある意味を分かってらっしゃらないことが見え見えの発言をしています。どんな発言をしているのか、ぜひ最後までご覧ください。質問に入る前でございますが、皆さんも発言されておりますが、今回の水害で被害に遭われた皆様にお見舞いを申し上げますとともに、亡くなられた方に対して心よりご冥福申し上げたいと思います。私の質問は大枠一点でございます。今回の災害に対しての取り組み方について市長にお伺いいたします。8月11日からの豪雨災害は地域に甚大な被害をもたらしました。各地域とも復興に全力を挙げているところです。災害発生時より行政の対応は避難から道路、インフラ整備など素早く対応され、早期の対応が効果を発揮したと思っております。そういう中で市長の今後の対応について2点ほど伺いたいと思います。まず1点、先の災害時のメディア対応において市長が私服のポロシャツでメディアに対応されておりました。その姿がテレビで放映されて皆さんに関心を持たれております。このことに対して多くの市民から市民の意見として適切ではないのではないかとの意見がありました。対策本部長の立場としてその時の心構えについてどのように思ってそのような私服で対応されたのか伺いたいと思います。おそらく今の話しぶりからして山本議員ご自身はその映像をご覧になってらっしゃらないのかなというふうにお見受けしました。もしご覧になっているのであれば、また違う感想を持たれた、そのように発言されたのではないかと察します。なぜならば、確か私の記憶ベースなんですが、3月の定例会だったかなと思うんですが、山本議員は、ね、春らしい花の多分桜じゃないかなと思うんですが、ネクタイをされていらっしゃって、非常に細部までこだわりをお持ちでいらっしゃるんだなとお見受けした次第です。ですので、もし議員が直接その映像をご覧になっているのであれば、私の真意というのをまた伝わったのかなと思います。でも今日は非常にいい質問をいただきましたので、せっかくですのでしっかりとご説明したいと思います。まず状況の確認ですが、テレビの取材放送があったのは8月14日のはずです。夕方だったと思います。午後だったと思います。まだ災害、特にひどいのが起きて1日2日のタイミングですね。でその時の格好なんですが、下は青いパンツですね、防災服の青いやつを履いて、で上が黒のポロシャツで、シャツを中に入れてました。で左手はこの時計ではなくて黒のアウトドア用のスポーティーな時計をして、でここにはですね、これこう抱えてたんですね。詳細に覚えてます。なぜかというと、詳細に考えてその服装を取ったからです。実はその直前に災害対策本部会議やって、私上着てたんですね、防災服でも、わざわざ脱ぎました。なぜか、せっかくテレビが取材に来てその当日放送してくれる、その時に市長として何を伝えるべきか考え抜いた結果、臨場感を伝えたいという結論になりました。カタカナ使ってよければリアリティですね。私に限らないかなと思うんですが、役所の人がお見返しをしているとどうにも嘘っぽく感じられる嫌いがあります。防災服とかですね、外に出るときはもちろん必須なんですが、この室内において執務をしている限りにおいて、あれは過剰な制服ユニフォームです。でそれを着て偉そうに市民の方に話しかけるよりかは、私は今まさに会議終わって出てきて、その足でテレビのカメラの前に立ってですね、市民の方に訴えかける、これが最も有効だと考えました。その時言った内容は、今小康状態にありますが、まだこれから天気は悪くなる予報になってます。なので命を守る行動をとってください、そのようにお伝えしました。私のその臨場感、どこまで出せたか、どこまで伝わったかは分からないんですが、それを見てこいつふざけてるな、要は命を守れという指示が冗談だと思った人はいないはずです。一方で心配したところであるんですが、心配したと言いますか、想定はしてたんですが、山本議員がおっしゃるように、あの過去は何だと思う人もいると思ってました。でもそれは私にとってはあまり重要ではないんですね。私の身なり格好で
よしよし真面目だなと言ってくださるのは結構なんですが、それは私があの時あの場で市民の皆様に語るべき内容では特段なかったと捉えています。故にあの時はそのような衣装ですね、服装を選びました。で、少しこの私の服装と心構えについて補足をさせていただきます。皆さんお気づきかそうでもないかわからないんですが、私この議場においてネクタイをしなかったことは一度もありません。必ずネクタイを着用しています。なぜならばこのスーツという文化においてネクタイを外すと極めてだらしがないと映るからです。まあ、最近はネクタイを外しても形になるようなかっこいい上下のセットアップがあるんですけども、私がノーネクタイでいるときは必ずそれです。このスーツでネクタイだけ外すことはありません。特にこの場においては国旗まで形容されている場で、私はフォーマルな出立ちであるべきだと考えます。そして、まあ、ヨーロッパの文化源流ですが、スーツ、それに対する敬意もあります。例えば外国人の方が茶室で油かいてても別にあの気にならないと思うんです。あ、膝痛いよねって。でも正座をきちんとやってる外国人の方いたら、ああさすがだなと、敬意持ってくれてるなと思われませんか。私はそのように感じるタイプなので、このグローバルスタンダードで自分の振る舞いというのは律してきたつもりです。その観点では今この現状でですね、我々もこっちの職員もですね、ジャケットあったりなかったりネクタイついてたりなかったりするんですが、これは議長が許可いたしているという状態ですね。何ら問題があるとは思っていません。ただ今の議長、そしてこれまでの歴代議長がどのようなお考えで心構えで許可いたされていたのかというのは非常に興味が湧く次第です。もう一つだけ補足の説明をしてみますと、先ほど災害対策本部会議で上着着てたと申し上げたんですが、あれもですね、私実はあえて言わなくてもよかったんですが、ちょっと着崩して着てました。上着着てたけどここ裾を出して前開けてたんですね。あ、だらしないなと思われた方、もしかしたらメディアの方もいらっしゃるかもしれないんですが、あれやった理由があるんですよ職員にもまだ言ってなかったんですが、あの時ですね、視聴室から外を覗いてみて、どの格好が一番適切かなと考えました。そしたらその会議に出る職員の数名がですね、いわゆる職員の何ですか、防災服、作業着じゃなかったんですね。このラフな、あの上もこのチェックのボタンダウンのシャツで腕まくりしてるぐらいの格好で会議室に向かってたんです。でそれを見た時に、あ、私はここで清掃してはいかんなと思いました。なぜかといえば、市長がビシッとフォーマルな格好をしてしまうと職員全員がそれを習うんです。皆さんが想像する以上に市の職員というのは真面目な人たちばっかりなんですね。でも職員の立場目線からすると、最適な服装はビシッとした清掃ではないんです。現場に行く人は置いといてですよ、中で事務をやってる人間、部長課長たくさんいますが、中でも走り回ってもう本当に汗だくになりながら災害対応してたんですね。そんな彼らに会議室、会議に集まるがためにわざわざ着替えて来させてはいけない、服装を気にさせては申し訳ないなと、これは市のトップであると同時に市役所のトップである、その市長の立場を持ってそのように判断しました。ですので言動すべからくではあるんですが、こと服装に関しては細心の注意を払ってそのような心構えで常時臨んでいます。もし何か追加のご質問が等あれば、ぜひともかつての議長としてそのあたり何かお考え、信頼のお考えをお聞かせいただければ幸いです。市長の言葉の中にかつての議長とかそういう言葉が出てきますが、今は山本勝議員の一人として喋っとるので、過去の名前は出さないでいただきたいと思います。出さない方がいいんではない、今は一議員です。そういう中で市長は今言われましたけども、議員長官として感じないから作業服は着なかったと。でも私が思うにはですよ、災害対策本部のトップとしては危機感を感じなきゃいけないところです。危機感を感じたらやっぱり作業服でピシャッと固めておくのがトップとしてのスタイルではないかと思います。部下には職員も消防団員も消防署員もおるわけですから、そこのトップですよ。臨場感だけでとか、急に作業服に着替えさせたらとかいうような気を使ったという言葉ですが、それは余計な気遣いだと思います。トップがすれば皆さんがそのようになって心を一つにして動くはずです。市長も先ほどおっしゃいましたが、6月の定例会で有事の時というのは号令一つでビシッと組織が足並みを揃えて動く必要がありますと、こういった時にそのビジョン型が力を発揮しますとおっしゃってます。ですからトップとしての心構えとして臨場感とかじゃなくて危機感を持った行動と態度が必要じゃないかと思うんですが、いかがですか。
かつての役職を拾ったり捨てられたり、それはそれぞれのご自由で結構だと思うんですが、私においては今のこの職において全ての責任を全うし取り組んでいるつもりです。その観点でお話をしますと、危機感、臨場感という言葉がありました。それは全て感覚です。感情の発露ですよね。でそれらが意味がないという申し上げたわけではありません。それらに支配されてはならない、そのように考えています。で危機に際して冷静に何より効率的に組織を運営する必要があったと評価をしています。効率的な運用のために私が考えるベストを尽くしたまでです。他のやり方がないとは申し上げません。もしそのようにお考えであれば、次市長になられてその運営をされれば十分かと思います。私はそのようには一切感じません。市長はそのような考え方はないとおっしゃいましたけれども、市民の2万7000人の市民の代表者として、市民の皆様がそのように感じておられるということなんで、危機意識がないのではないかというふうに取られないような、やっぱり態度行動が必要ではないかと思います。また災害現場も何箇所か見られておると思いますけれども、適正な指示を出すためには各地区の災害現場をしっかりと見て、そこの現状を把握して指揮を取ってもらわないといけません。いけないと思います。今回どれだけの災害現場を視察して現状を把握されておるのか聞かせていただきたいと思います。つい先ほど班長の下りでお話をしたばかりです。市民のところに利害が及んでないんであれば、ぜひ伝えてください。私が今ここで力を込めて説明した危機感、状況を全てもろもろ踏まえた上でそのように判断したのがあの市長だと。決してほうけて慌ててポロシャツでテレビカメラの前に出てきたわけではないんですね。全てを踏まえた上で最適な判断をとっています。その上でご質問にお答えすると、これはちょっと回があやふやなんですが、 2,3 回前の定例会一般質問で山本和弘議員がその現場視察というんでしょうか、確認について言及されたことがあったかと思います。でその中ですでにお話しした内容であるんですが、市長が現場を見ること、それ自体にあまり意味はないと捉えています。それは事務事業を行う上でですね、例えばそれが慰問お見舞いという意味であればまた別ですよ、ではなく災害対応、まあこれからまだ復旧が本格化というこれぐらいのタイミングで様子を見に行ったとて、追加の判断材料にはならないです。それは十分職員が手分けをして、全部署全ての課が私の目や耳となって情報を集めてきてくれてるので、私はそれをただただ冷静に頭脳として判断をすれば足りるんです。組織はそのようになってます。これは異論はないです。それが組織の形なんです。組織論はそういうものです。でせっかくですので補足をしますと、なぜかその現場を私が見ると皆さん流入を戻されるんですか、安心されるんですか。であれば参考になればと思ってお話をするんですが、災害が発生してずっと泊まり込みだったんですが、初めて自宅に帰った朝がありました。でその日の朝ですね、8時から会議だったので、それまでの2時間ぐらいでこの田尻川決壊した流域ですね、一通り自転車で、ママチャリですよ、ロードバイク乗れないんで、ママチャリで見て回りました。太郎丸からこっち西の橋は、西じゃないな、50号線の広島市よりは吉田中学校で、郷の川沿って吉田警察署で市役所までのこの間、おそらく私地元なので細い道も全部地図で書けるぐらい知って買って知ったるところですが、おそらく9割か9割5分ぐらいは様子を見たと思います。で実際ここまで水が来たんだな、ここは特に被害がひどいな、ここはなんとか持ちこたえたかというのは見はしました。ただそれは市長としての務めというよりも、一市民といいますか生まれ育った地元、それを憂う人間としてそのような行動を取ったまでであって、組織の機能として市長が視察を行ったものではありません。ただこれが何ぼか何かしら市民の皆さんの慰めになればと思って今お伝えした次第です。今市長が災害現場を見て歩くのは意味がないという発言されました。職員が全部調べて報告することで成り立つという説明でした。私も八千代町内の現場は一応見て回りました。見て回ることによってどの程度のどういうことになっとるかいうのが分かるわけです。話で聞いただけでは災害の現場の内情は分かりません。人の話だけでは理解できないと思います。実際トップとしてしっかりと現場を見て把握して復興対策をみんなと話し合うのが私は一番だと思います。災害現場を視察
することに意味がないという言葉についてはすごく私は怒りを覚えます。今後そういうことじゃなくて、やっぱり自分の目で見てどうなっとるのこれはと、目で確信しないとわからないことがたくさんあります。人の言葉だけじゃわかりません。そういう意味では現地を視察することに意味がないという言葉は大変残念に思います。今後はしっかりとどんな事件でもどんな事業でも現場を見ながら、職員の皆さんも現場を見ながらお互いで協議することが最善の仕事が得られるんじゃないかと思いますので、そこはしっかりと考え直していただきたいと私は思います。で、次の質問に移ります。先の報道で北広島町三好市では災害発生のため交付税の前出し交付がされていると報じられました。また北広島町には町からの要請を受け、緊急災害対策派遣隊テックホースとして8名の職員が派遣されております。安芸高田市は支援団体として支援、各市町から何人か支援者が来られておりますけれども、県とか国からの支援は今のところ要請されていないのでありませんけれども、何事でも国や県に相談要請しないと協力支援が得られず、なかなか前に進みにくいと思いますが、その点についてはどのようにお考えか伺います。今の質問の下りが実にちょうどいい事例であったなと感じます。その心は後でお話ししますが、まず質問にお答えしますと、交付税の前倒しについてはこれは前倒しといっても数日の話です。ですのでその間の資金繰りに問題がなかったため、要は必要がないので申し入れをしていません。そしてもう一個ですね、テックフォースについても同様です。まずテックフォースというものがどういうものか正確に認識理解されてるのかどうかというのを懸念しました。でもし認識があれば今の質問ではないんじゃないかなと思うのが、簡単に申し上げるとテックフォースはレスキューじゃないですよ。ではなくて被災状況の把握といった災害対応における技術的な支援を行う国交省の組織です。でこの国交省の関連で言えば、本市においてはリエゾンと呼ばれる情報連絡員にここに駐在をしていただいていました。そことの連携を取る中で、その被災状況の把握等をですね、市で十分対応ができているという判断から、そのリエゾンがですね、テックフォースこの派遣について検討したけど見送られたという経緯があります。ですので必要が何にもかかわらず、これ有償ですのでお金かかります。有償のサービスを使う理由はないということで、本市では要請を行っていません。なお必要なものについては、今申し上げたリエゾンを通して土のそれから排水ポンプ車、あとはそれに伴う照明車の配備といった支援は受けています。で冒頭に申し上げたところに戻るんですが、事実をどれだけ正確に理解するか把握するか、これが意思決定を行う者にとって最も重要な役割機能です。市長としての仕事はそこなんです。テックフォースは何か、どうなってるか、リエゾンどうなんだ、災害救助法は、激甚災害指定はどうなんだ、これら諸々を総合的に勘案し最適な判断を導き出す、これが市長の仕事です。決して現場をひょこひょことどうなってるのかな、大丈夫かな、見て回るのが仕事ではありません。これやりだしたらキリがないのは分かりますよね。さすがに現場を見るのが大事だとおっしゃる方もしいらっしゃれば、じゃあどこまで見に行ったら良いんでしょうか。その線引きは誰がされるんですか。先ほど農地だけで千何百箇所、河川流域だけでも100箇所、市長が見て回りだしたら何も決められないでしょう。市役所止まってしまいます。そのような愚行は行いませんので、私は組織としての機能に基づきこれからも変わらず行動していきたいと考えます。今のことがなく、ちょっと前の質問の中のことが出ましたけども、市長が現地視察されたのは多分吉田町だけだろうと思います。あと八千代にも大きな災害が出ておりました。甲田町にもそういうところもしっかりと視察する必要はないと言われましたけども、視察された方が私は良いと思いますので付け加えておきます。そういう中でですね、市長は国や県に対して要望活動は意味がないから行わないという趣旨の発言を6月定例会でされておりますが、このような大きな災害が発生した状況では国や県に支援が絶対に必要だろうと私は思います。先日市長が伊崎知事に対してウェブで支援の要請をされております。知事に要請をされても県の予算を認めるな県議会です。知事だけでなく県議会、国とかいろんな各方面に対して要望活動をすることが復興に対する支援の得られる方法だろうと思うんですが、先ほども市長が言われました、いろんな施策制度がある、
いろんな施策制度があるんだったら、それをしっかりと職員に調査させて、それを可能な限り実現できるように努力するのが市長の役目だろうと思いますが、その点についてはいかがでお思いでしょう。まず認識を揃えておく必要があるかと思うんですが、私が行わないと申し上げた要望活動というのは挨拶回りの類です。顔を見せに行って、いやいやお世話になってます、よろしくお願いします、あれをどれだけやって積み上げたところで一体どれほどの効果があるんだろうかと、そんな不確かなものに一生懸命になる首長は私は心配ですし、それは市民に対して欺瞞だと思います。そうではなくて、必要な要請を出す、その要望活動は常に報道していただいている通りですが行っています。まあ、他事以外について今回私が要望したのが初めてだったというのは私も衝撃なんですが、今までが一体何だったんだと、県や国に行って挨拶回りをしてたんだとしても、それは正式なものではなかったんですね。要はで、役所というのは極めて事務的ですので、手続きを踏むというのは大事なんですね。その意味で今回井崎知事、視察にお越しくださった時もありましたけども、説明をし必要な要望を伝える、これは当然に行っています。でもう一つ、職員に施策制度等を調査させて活用するようにというご指摘だったんですが、私の指示がどれほど完璧かというのは私では測りかねるんですが、少なくとも現場の職員においては鋭意取り組んでくれていると感じます。それぞれがそれぞれの持ち場でこの1ヶ月間ですね、それこそ不眠不休の勢いでしっかりと取り組んでくれていると感じます。市長が言われたように、要望請願はしないとじゃなくて挨拶回りはしないんだというふうに説明されましたけども、私たちはそのようには取っておりません。要望要請、そういう時代遅れな行動はしないというふうに私たち皆さんは受け取っておるところでございます。また市長が言われました手続き手続きが大変なんだと、いろんな手続きだったら、いろんな手続きをルールにのっとってしっかりとやっていただいて、対策、復興対策、いろんな面の対策に手続きは全部必要です。議会にも手続きは必要です。それらを全て手続きが大事と言われるなら、その心構えを持っていろんな議会に対しても市民に対してもしっかりと取って発表していただきたいと思います。続いて3番の質問に入ります。このための豪雨災害では農業被害も甚大であったと見込まれます。水稲をはじめ収穫期を迎えた農作物が土砂流入等により被害を受けられた方が多く、皆さんは今懸命に対応されています。農地や農業施設等に関する支援制度の広報はされておりますが、広報が行き届いておらず、皆さんが詳しく理解をされていないのが現状であろうと私を感じております。農業被害に対する他にもいろんな被害はありますが、特に農業被害に対する取り組みについて今後どのように考えておられるか意見お伺いいたします。ご質問の農業に関する取り組みについては、この直前にありました秋田議員、それから石飛議員の質問に全て内包されているものと認識をしています。もしそれではない追加の何か違う角度でのご質問ということであれば、その旨ご指摘をいただきたいと思います。質問は私が山本勝がしとるんですから、前の質問者が上したからといってやめないで、簡単でもいいですから質問に対する答弁は行っていただきたいと私は思います。まあそういうふうな答弁されたんで、再質問に移らさせていただきます。農地への土砂流入で農地回復は大変な作業となります。農地を放棄したいと言われる方が多くおられます。今後は放棄地となる可能性も非常に危惧されておるところです。回復しようにも膨大な費用と労力が必要となります。いろいろな、先ほども言いましたが、いろいろな国や県の制度を研究し対応していただきたい。そのためにも要望活動は大事ですので、自分の信念とは違ってもまず市民のために行動していただきたいと考えております。そういう中で廃棄物の処理時について、いろんな土の袋とかどこどこへ廃棄処理しなさいという対応はしっかりとされております。しかし宅地内土砂の撤去、農地内の土砂の撤去、この費用について皆さんは大変苦労されております。ある程度費用は出るのは分かっております。しかし農地に入った土砂っていうのはすごい量でございます。これを一つ一つ土の袋に入れて出せというような話は実現不可能だろうと思います。皆さんが思うには、業者に頼んで機械を入れてもらって、その土砂を出してほしいということになります。ですがその土砂はまた土の袋に入れるのは大変です。そういう土砂をトラック1台とか複
袋に入れるにしてもトン袋に入れるとか、いろんな方法で便利なことを、市民がスムーズに農地回復ができるような方策を検討してもらいたいと思いますが、その点についてはいかがでございますか。土砂、農地農業施設に入った土砂の撤去でございますが、先ほど議員、おっしゃられたような土のうに入れて、撤去する、あるいは自ら機械をお持ちの方は、機械を利用して土砂を撤去した場合は1リューベルいくらという支援を2つ作っております。合わせて個人で土砂を撤去するのが不可能である、ある程度こう大量に土砂が農地農業施設に堆積した場合は50万を上限ではございますけれども、建設事業者を利用してその土を取っていただければ、かかった費用の 50%、 50万を上限に支援をするという仕組みについてもご用意しております。そういう制度が先ほど一番最初に言いましたけども、被害に遭われた方にしっかりと認識されておらないんですよ。どういうふうにすればいいか、一応土砂はこっちのけたけども、これどうやって持ってきゃええんというような相談をいくつも受けております。ですから、まあ、相談を受ければこれはこうして持っていけば費用が出て補助金が出て持っていけますよという説明はしておりますが、土砂をどけたままどういうふうにすればええかいう思いの人も結構おられますので、その点については災害を受けられた方が判明しとるわけですから、そういうところをしっかり指導援助していただきたいと思います。それについて答弁をいただいて、さ、私の最後の質問といたします。先ほど産業振興部長から説明があった内容についてもですね、復旧対策本部会議の中でまとめ、そして事務局を通して会議終了後1時間以内に議員の全員に送られているはずだという認識を持っています。皆さんご理解されて逐次アップデートされているものと信じます。もちろん市役所として支援策を講じたわけですので、市として情報を発信をしていくのはもちろんです。いろんなルートで取り組んでいます。それこそ相談に来られた方ですね、個別に案内したりも行っています。ただです、ただ何回も今日すでに2回目か3回目かだと思うんですが、リーダーの役割とは何ぞや、声を聞くことと同時に決まった事柄をみんなに伝えるのも役割です。それができなければリーダーでは足りえないんです。その意味で市民の代表者たる市議の皆さんには今一度自らの役割、そして責任をしっかりと認識し全うしていただきたいと切に願っています。今議員に対する市長のお願いがありましたけども、そっくり市長にも市民の代表ですから、市長も市民の声をしっかり聞いて動いていただきたいと願います。以上をもって私の一般質問を終了させていただきます。山本議員のおっしゃっていた災害の被害に遭った地域に直接行く必要あるという発言はどういう意味でおっしゃったのかは分かるのですが、市長の役割が市が何をするのかを決断するということを理解していません。全ての地域に行っていたら決断するために考える時間が減って、逆に適切でない判断を下す可能性があるというのは議員であるなら理解することができるはずです。そのために市役所という組織があり、市役所の人間がそれぞれの役割を持ち、被災地の状況を調査する人、事務作業を行う人などと各々が災害の対応をしていきます。市民の方でしたらそういうことに詳しくないことがあるかと思うので仕方のないかと思われますが、市民の代表としてこのような市の仕組みやどのような働きをしているのか理解していないはずがない議員がこのような発言をするのは本当に市民の代表であるという認識があるのかと疑問に思います。そして本段以外でも気になる部分がありました。それはかつての議長とかそういう言葉が出てきますが、今は山本勝議員の一人として喋っているので過去の名前は出さないでいただきたいと思います。質問は私が山本勝がしているんですから、前の質問者がしたからといってやめないで、簡単でもいいですから質問に対する答弁は言っていただきたいと私は思います。これは本当に意味がわかりません。石丸市長がかつての議長とおっしゃっても話の流れを大きくねじ曲げることはないですし、先ほどの質問に内包していると指摘され意図が違うなら教えてくださいという問いに対して、本当に山本議員が発した言葉は間違っているな、プライドが高いから恥ずかしくなったのかなと思いました。このような発言をしたら正しい発言をしていても写りが悪くなるということはすぐに理解することができるはずです。あまりにも自分のことを客観視できていません。今後議員として活動するのであれば市の仕組みや働きを理解し変なプライドを捨てていただきたいものです。
山本議員は議員なのにいろいろと分かっていないなと思った方は高評価、山本議員の悪いところが変なプライドを持っているところだと思った方はチャンネル登録をお願いします。